続きを聞かせてくれ。予言に逆らったあんたたちはどうなった？予言にない道を目指したのよ。これからどうするのです？この地を立ってカオスに最後の戦いを挑むつもりだ。だが私だけでは勝てないだろうな。そんなことは、あなたならきっとカオスを倒せます。自分の腕ぐらい知っているつもりだ。私一人が光の戦士になってもパラミティアを救うことはできない。では希望はないと？誰がそんなことを言った？希望はある。予言にはない新たな希望だ。私だけではカオスには勝てん。だから私は皆と共に戦おうと思う。一人では勝てなくても皆の力が集まればカオスに勝てる。光の戦士の予言を否定するというの？これは予言の否定じゃない。予言を超えて先に進むんだ。光の戦士はただ一人ではない。皆が光の戦士になればいい。本物の希望は一人一人の胸に宿るのだ。そんなこと、皆でカオスと戦うなんて怖い。私だって怖いさ。カオスに立ち向かうこと、予言に逆らうこと、誰もその先は見たことがない。そういう道に挑むんだ。怖くて当然だ。当然だからこそ目を背けてはならないんだ。怖さや弱さを認めて支え合う。一人の光の戦士にはできないことも、力を合わせればきっとできる。希望を求める心が一つになれば、一人一人が光の戦士、私も光の戦士になれるのかな。ああ、なれるさ。支え合って共に戦おう。一人一人が光の戦士か。予言をひっくり返す展開ね。うまくいったの？だとすれば、ここに魔女はいないわ。私たちは失敗した。それでも、今の私が生きるこの世界は、あの時とつながっている。なら、あんたはまだ、彼が描いた新しい道を信じてるのか？どうかしら。昔の話だから。Thank you.